えーどうもお疲れ様です。6月26日水曜日朝6時の相場解説になります。えー、今日はね、月火水の今週のグルーピングの中で最後の勝負を仕掛けていく日になります。月曜日、火曜日ともポジションを取るには至らなかったんで当然ですけども利益生まれてないわけですよね。いやちょっとね、痛いなーっていうところがありました。確かに相場的に振り返れば難しかったなっていうところなんですけどもそんなに難しい1週間になると思えなかったんですけどもね。 まあ実際現場に立ってみないと分かんないことがあるということで、えー、今回ね想定と準備なんですけども分からないことに気づいたら手を出すなってやつなんですよで手を出さずにここまで来たんですけどもいやさすがにねワントライぐらい今日しとかないと明日とか明後日はもっと難易度がありますので実質的に今日の取引を逃したらもう今週はね利益なしよってことになっちゃいますそれから新しい学びも今んところ手に入ってないんですよね 気づくことはいろいろあったんですけどもまあそれっていうのはね気づいてもしょうがないことばっかりだったんで何とも言えないところでございますそれでは今日の相場解説になっていきますけども冷やしの方は上昇トレンドを書いている移動平均性が見て取れますこういうふうにね幅がどんどん広がっていく時ってのは今までのトレンドが継続しているってことなんですよでローソク足なんですけども以前の介入のあったヒゲ先と今 ここね、バシッと一致してるところなんですけども今回介入がないんですけどもただ上昇の勢いが止まったかなっていうのを昨日おとといで感じるとこですまあここが気づきの一つですよねでアセンディングトライアングルとまではいかないんですけども同じような図形を描いてるんで今2点天井をたたいてるとこです1つ目2つ目ですねで2つ目の天井がこのままレンジに入ってくれてレンジが上抜けっていうことだと そこをブレイクしていけばいいのかなっていうふうには見えますけどもね、まあ、今のところそこまでは見えないかなと160円すんなりいくと思ったら直前でえだいぶ折り返しですね今159円の623というところにつけてます思ったよりもだからね下がってきたかなってことですよでもこの下がったところにセルでエントリーするほどの勇気と根拠がないっていうのが月曜日火曜日の結果になってます4時間なんですけども 4時間も上昇トレンド中であるんですけどもどうでしょうかねここまああの上に行く勢いは完全に抑えられちゃってこの159円の840を抜けない展開になってきたわけですよで下に行くのかなと思ったら下に行く勢いはこの下ヒゲで否定されていてしかもここに三平とかね 4平とか5平とかまで出てるわけですよ。まあ4平5平っていうのは別にないですけども、言葉のあやとしてね、理想的な3平が出てるのに、上に行く勢いは思ったよりもないっていうことになりますんで、そこは投資家さんがね、慎重になって160円っていう介入ラインを意識してるっていうことだと思います。はい。じゃあ、現状認識、前置きはこのぐらいにしまして、今日の作戦ですけども、レンジオプションですね。 <laughs> これで最後の勝負を取るしかありません。ざっくりとレンジオプションを取ると最大角でこちらからこちらになります。最大角でね。で、こうなると70ピップス弱を描くことになりますけども、当然ですけども直近の値動きそこまでありません。せいぜいこのあたりじゃないですか。159円の700とかね。それから、ここ159円の350。つまり、 35ピップスぐらいしか間がない中で考えなくちゃいけないってこととで、もっと言うとね、もっと狭まってるわけですよ、ここが。こんなレンジなんですよ。まあ、これをね、あえて言うならば、レンジインレンジ、インレンジっていう形だと思いますので、まずはこの狭いレンジの値動きを破って、上の方か下の方かいずれかに動くのを待つっていうのが当面の作戦になります。 はい。じゃあ続きはまた、後ほど追加放送させていただきます。それでは。